はい、今回のこの動画ではランニングページの制作ウェブサービスのペライチにピクセルコードを設置してみたいと思います。まずピクセルコードをこのようにコピーしていただいて、こちらのペライチの編集画面のページ情報編集をクリックしてください。で、こちらのタグの埋め込みのところのヘッドタグ内の埋め込みのところにこのように貼り付けを行ってください。で、最後にこちらの保存を忘れずに押してください。今回は以上になります。